渓谷のトイレは世界一綺麗って本当？国が違えば文化も違うというのは当然のことですけど、初めて日本に来た外国人は日本のどのようなものにびっくりすると思いますか？よく言われているのは街が清潔なことっすね。あとは24時間営業で品揃えが豊富なコンビニ、それと見た目も味も素晴らしい日本食などもありそうですけど、清潔で高機能なトイレもまた日本独自のもので、外国人を驚かせる日本ならではの文化と言えるかもしれません。というわけで今回は日本のトイレに感銘を受けた外国人のエピソード2つと、それに対して寄せられた海外の反応を合わせて詳しくご紹介していきます。それでは行ってみましょう。僕の名前はロマック。カナダのオンタリオ州で生まれ育って、現在はモントリオールの大学で経済学を専攻している。僕の通っている大学には世界中からたくさんの留学生が集まってくるから、外国人留学生とルームシェアをして関わりを持とうとするカナダ人学生がたくさんいるんだ。そういう僕も渓谷人のハソン、メキシコ人のアマダーと共にルームシェアをして暮らしている。二人とは気が合うからストレスを感じることなく楽しいルームシェア生活を送っているよ。僕の趣味は旅行をすることで、一度日本にも訪れたことがあるんだ。自然豊かで料理がとても美味しいし、歴史ある日本らしい街並みと近代的な都市が共存しているのがとても美しかった。でも日本を訪れて一番びっくりしたのは日本のトイレ事情だ。便座の横にはたくさんボタンがあって、便座保温機能や温水洗浄機、ボタンを押すと排泄時の音を消すために流水音が流れる機能までついていた。カナダ人の僕から見たら、まるでマッサージチェアのようにサービス精神全開の機能がついているんだ。さらにそれだけじゃなくて、日本人のトイレを使用する時のマナーも素晴らしいんだ。というのも、家のトイレだけではなく、駅や空港のトイレ、街にある公衆トイレまでもがいつ利用してもとても綺麗なんだよ。カナダや今まで僕が旅してきた国とは比較にならないくらいダントツに清潔なんだ。大げさに言っているわけではなくて、本当にトイレがキラキラして見えるんだよ。信じられないだろう。空港や駅など街中にあるトイレは一日に何百人という人が利用しているはずなのに、どうしてあんなに綺麗な状態をキープできるのか不思議で仕方なかった。さらに世界にはたくさんの国があるけれど、コンビニでトイレを貸してもらえるというのも日本だけだと思うんだ。なぜ日本のコンビニではトイレを貸してもらうことができるのか。それはやっぱり日本人の中に他人に迷惑をかけないようにする、物を大切にするというような意識が根付いているからなんじゃないかな。トイレを貸す店側とトイレを借りるお客さんが互いに信頼し合っていなければ絶対にできないことだと思うんだ。また日本はトイレの床も他の国とは違うんだ。日本以外の国では全面タイル張りで水で掃除できるようになっている排水口付きの床が一般的だと思うんだけど、日本の家のトイレは全く違うんだよ。日本のトイレの床は他の廊下や部屋と同じようにフローリングの床になっていて、排水口もついていないんだ。それじゃあ掃除できなくて不衛生じゃないかって思う人もいるかもしれないけど、そもそも日本人は汚さないようにトイレを使っているし、こまめにフローリングクリーナーで掃除しているから、綺麗な状態をキープすることができている。それに、半数以上の日本人男性が便座に座って用を足しているというデータもあるんだ。これなら便座が汚れて、次に使う人が不快な思いをする心配もない。他の国とは、トイレを綺麗に保とうという意識が全く違うから、世界一トイレが綺麗なのは日本だ、と強く感じたよ。世界各国を旅してきた僕が言うんだから間違いない。でもそんな僕は、ハソンとアマダーと3人でリビングでくつろいでいた時に思いもよらない言葉を聞くことになったんだ。何気なくテレビをつけると、
渓谷の魅力を紹介する特集番組がやっていた。渓谷人のハソンにとっては、海外で母国のことがどのように取り上げられているのか、僕とアマダーにとってはハソンがどのような国で生まれ育ったのかということをそれぞれ知りたかったから、みんなでその番組を見ることにしたんだ。渓谷料理や人気の観光地、一般家庭の生活の様子などを紹介するとても面白い番組で、思わず夢中になってしまったけど、その番組の中で渓谷人評論家が、世界一トイレが綺麗な国は渓谷だと自信満々に語り始めたんだ。渓谷人評論家は、渓谷で使われているほぼ全てのトイレに温水洗浄便座が設置されていて、トイレットペーパーを水に流すのは当たり前。使用中に出てしまう音を消すために、ボタンを押すと流水音が流れる機能がついているトイレも徐々に広まってきている。こんな完璧なトイレを使っている国は世界で渓谷だけだ、と誇らしげに話している。それを聞いたアマダーは、びっくりしたような表情を浮かべて、渓谷はすごい国なんだね、と目を輝かせていた。それもそのはず、トイレにそのような機能がついている国はごくわずかだ。インフレや水圧の問題から、トイレットペーパーを水で流すことができない国はすごく多い。僕もメキシコ旅行をした時に、何度も現地のトイレを使ったけど、かなりひどいものだった。メキシコのトイレでは、便座の横に設置してあるゴミ箱に、使用済みの紙を捨てるのが一般的なんだ。当然、便座保温機能や温水洗浄などついているはずもない。だから、メキシコ人のアマダーが、渓谷人評論家の発言にびっくりするのは当たり前だ。ただ、僕は渓谷人評論家の、こんな完璧なトイレを使っている国は世界で渓谷だけだという発言に違和感を覚えた。この発言は明らかに間違っている。だって僕は日本旅行をした時にピカピカで高機能な日本のトイレを実際に使用して感動したのだから。ハソン、僕は日本を旅したことがあるんだけど、日本のトイレも最高だったよ。この渓谷人評論家の渓谷のトイレについての発言は大げさすぎるんじゃないか？僕は隣で一緒に番組を見ていたハソンに対してこう質問したんだ。すると何とも言えない表情を浮かべた彼はこう答えたよ。ロマックの言っていることは正しいよ。この評論家が言っていることは間違っている。僕は世界一トイレが綺麗な国と聞いて思い浮かべるのはやはり日本だよ。渓谷のトイレに温水洗浄便座機能がついているというのは本当のことだけど、この機能がついたトイレを一般向けに初めて売り出したのは日本なんだ。少し前までは日本を旅行した渓谷人のほとんどが温水洗浄便座をお土産として買ってきていたくらい大人気だったんだよ。日本の企業はトイレをより快適にするために昔から研究を重ねていたんだ。それに僕は使う人のマナーが日本のトイレと渓谷のトイレでは全く違うと思っているんだ。そして苦笑いを浮かべたハソンは続けて言った。渓谷ではつい最近まで町の公衆トイレの便座の横には使用済みの紙を捨てるためのゴミ箱が設置されていたんだけど、なぜだかわかるかい？と質問してきた。この問いに対してアマダーが、それはメキシコと同じだよ。トイレにペーパーを流すと下水管が詰まってしまうんだよね、と答えると、ハソンは微笑みながらこう続けた。実は渓谷と他の国のトイレ事情は少しだけ違うんだ。渓谷のトイレは水にトイレットペーパーを流すだけで下水管が詰まることはほとんどないんだよ。一番の問題はトイレを使用する人のマナーが悪いこと。公衆トイレを使用する人の中にはトイレットペーパーだけではなく家庭で出たゴミを流そうとする人が大勢いるんだ。それなら思い切ってトイレットペーパーを流すことも禁止にしてしまおうってなったわけさ。今ではさすがにそういうトイレはなくなったみたいだけど、少し前までの渓谷では公衆トイレに行くと、トイレットペーパーを水に流さないでくださいと書いてある紙が必ずと言っていいほど貼ってあったんだ。そうか、いくらトイレが優れていても常識のない人々が使っているとトイレは汚くなっていってしまうんだな。アマダーは納得したように小さな声でそう言っていた。ハソンは、その点
日本人は他の人のことを考えて綺麗にトイレを使っているよね。実は僕も日本を旅行したことがあるんだけど、渓谷のトイレが一番綺麗だなんて口が裂けても言えなくなるくらい、日本のトイレはものすごく綺麗だったよ、と言っていた。でも渓谷は日本と近いからいいよね。だって素晴らしい日本のトイレ技術が渓谷に大きな影響を与えたんだろう。メキシコの隣の国はアメリカだぞ。あのアメリカ人がトイレの美しさを気にすると思うか？メキシコのトイレが日本や渓谷のように快適になるのは一体何年先になるのだろう。アマダーの冗談が面白くて笑ってしまったけど、そう言われてみるとカナダの隣国もアメリカなんだよな。僕が生まれた頃から現在までカナダのトイレは全く変化していない。そう思うとアマダーの冗談もそれほど間違っていないような気がする。僕が思うに、日本がここまでトイレ文化を極めている理由として、トイレという場所の捉え方が他の国とは大きく異なっているのではないかと思うんだ。トイレは日本人にとって神聖な場所であり、常にきれいにしておかなければならない場所だと考えているからなんじゃないかな。だからこそトイレ自体をより良いものにするために研究していくのはもちろんのこと、こまめに掃除をして常に清潔な状態をキープすることを心がけているんじゃないかなって思うんだ。まあ長々と話をしてきたけど、言いたいのは世界一トイレがきれいな国は日本だということ。これは紛れもない事実だ。トイレだけではなく、日本のものづくりを見ていると、おもてなしや気配りの心を感じる。日本の技術を真似したところで、日本人のものづくりに対する情熱や考え方を真似することは絶対にできないんだろうなと思ったよ。今度また日本を旅行する機会があったら、トイレの使い方や街の綺麗さから伝わってくる日本人の本質や人間性みたいなものを詳しく見てみたいな。こんにちは。私は日本に留学している渓谷人留学生のミンと言います。私は日本に1年以上留学していて、大学の学生寮で暮らしています。そこの寮では半分が日本人、もう半分は外国人留学生が暮らしています。寮は1人1部屋与えられているけど、トイレやお風呂、キッチンは共同。実は私は留学前に学生寮に入るか一人暮らしをするかとっても迷いました。学生寮は家賃が安く、大学から近くにあったので通学も楽だし、友達もできやすそうだと思いました。でも私は極度の綺麗好きなので、水回りを共有するのは大変そうだと思ったんです。渓谷に住んでいる時から学校や公共のトイレを使うのがとても苦手でした。特に渓谷は公共のトイレは数が少なく、例えば雑居ビルだったら各階にそれぞれトイレがあるのではなく、ビルに一つしかないというところがほとんどです。だから雑居ビルにあるトイレに入ろうと思ったら、ほとんどの場合並ばないといけないし、トイレの清掃も行き届いているとは言い難いです。また渓谷の大学寮に入った先輩が、共有場所である水回りの使用マナーが悪くて一人暮らしを始めたと言っていたのも耳にしました。そんなわけで寮にするか一人暮らしをするか迷っていたんですが、留学前に一度下見として日本に旅行に来た時に、トイレの綺麗さにとても驚きました。渓谷で日本のトイレはとても高性能だと有名なので、ある程度は想像していましたが、余裕で私の想像を超えて綺麗でした。トイレの便座がセンサーで人を感知して勝手に上がったり下がったりするのもとても面白かったです。渓谷から来た私にとっては、ほとんどの飲食店一軒一軒にトイレがあるということすらありがたかったんですけど、どのような外見のお店もトイレが清潔なのが驚きでした。例えばちょっと古びた居酒屋などもトイレだけはとても綺麗というところがほとんどで、日本人は本当にトイレの清潔さに力を入れているんだなぁと感心しました。この下見を経て、私は日本人の公共の場所でも自分の家のように丁寧に使用するという姿勢にとても感銘を受けました。そしてきっと日本でなら寮で複数人と共有することになっても大丈夫だろうと思いました。実際に寮には日本人以外にもたくさんの国から来た生徒がいますが、みんな少しずつ
日本の文化を身につけていくので、綺麗好きな人が多く、快適に生活できています。他にも、寮で日本人と生活していると、感動することがたくさんあります。例えば、夜や休日の朝などは、他の人が寝ているかもしれないと配慮して、静かに歩く人がとても多いです。日本人は所作が丁寧な人が多いので、食器などを音を立てて乱暴に扱ったり、扉をバタンと強く閉める人はほとんどいません。そういうところも神経質な私にとってはとてもありがたいです。日本人のとても物を大切にする姿勢、相手のことを思いやって物を共有できる姿勢は世界中が見習わなければいけない習慣だと思います。私はこの習慣を身につけられただけでも日本に留学してきた価値があると思いました。以上のエピソードには海外からもたくさんのコメントが寄せられていたので、最後にその一部をご紹介していきます。日本旅行をした時、いろいろな場所にあるトイレを利用したんだけど、どこもすごく綺麗でびっくりしちゃったよ。トイレだけじゃなくて、街もピカピカだったから、日本人は世界一綺麗好きだってことがはっきりとわかったわ。日本のコンビニは品揃えが豊富なだけではなく、トイレも貸してくれるなんてすごすぎるよね。僕の国にもコンビニはあるけど、トイレを貸してくれる店舗は一つもないよ。公衆トイレはお金を払わなくちゃ利用できないしね。使用中の音を消す音姫は面白い発明だよね。日本のおかげでお隣の渓谷のトイレも美しく生まれ変わってきているのね。世界中のトイレが日本式のトイレになってほしい。日本のトイレを見るためだけに日本に行きたい。トイレで一日過ごせそうなくらい快適だよね。日本人のマナーがいいから綺麗な状態をキープできているんだろうね。渓谷と日本のトイレは比べ物にならないよ。天と地ほどの差がある。いかがでしたか？今回の体験談は日本のトイレの凄さや日本人のマナーの良さがよくわかるお話だったっすね。ただ、相変わらず渓谷の報道については違和感しかない。ウォシュレットの起源は渓谷だという主張がテレビでなされたこともあったようですし、いい加減日本の良さや発明品を自国の手柄であるかのような発言はやめてほしいと思います。よかったら、皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見てくれてありがとうございましたっす。